路面はどんな感じですか？運転しやすい。まあまあそんな滑りはしないかな。僕の急なお願いで。いや何もね。温泉に。かしこまりすぎでしょうよ。口調がなんかそういう動画よりの口調。いやでも最初そうだったな、動画始めた時っていつだったかさ、自分の昔の動画、はい、見たっけ、何しょぼ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 しゃべってんだろみたいな。架空請求業者に電話してみた。そう、その後に 2,3 本とか 4,5 本出してった動画みたいな、なんかもちょくちゃもちょくちゃ喋ってんだとかさ、自分聞こえねえべやこれじゃとかさ。いやでもなんかね、気持ちわかる気しますね。今やっぱり急に録画ボタンを押した瞬間に自分じゃなくなる気持ち。それはなんとなくわかる気がする。本当に前の職場でも言われたことあるんだけどさ、大輝さんって笑うんですかとかさ、表情変えないですよねとかよく言われてたんだよね、前の職場だと。はいはいはい。なんででしたね。そんなわかんない、とっつきにくいんだろうね、やっぱり。よく言われたわ。俺自身もそんなとっつきにくいかみたいな。まあ感じ方はね、まあ、人それぞれあるかもしれないですからね。そこはまあ否定できないからさ、向こうの捉え方だから、はい、うん、まあ、そこはあるとして、でもとっつきにくいって。どれだけあのフランクな人たちと過ごしてきたんですか。その人にもさ、いやーって大輝さん喋るのすごい上手ですよねって言われて、あの営業か詐欺師に向いてると思いますって言われた日にはもうびっくりしたよね。あ、それね、その人失礼。失礼それちょっと。営業、うん、詐欺師みたいな、なかなか言葉をね選ばないタイプの人かもしれないですね。あ、詐欺師ですか。介護記録の会社からちょっと声かけてもらってるっていう話だったでしょ。はいはいはい。その企業自体はやっぱスマホ、はい、で Wi-Fi で繋がってるのかな、で Wi-Fi でその繋がっててスマホで入力しますと、はい、ある程度その何々していたみたいなテンプレートあるらしいんだけど、っていうのを打っていくと、もうそれがパソコンで自動入力刺さってて記録になるみたいな。はあ、うん。でしかもその企業札幌なんだよね。さすがですね。北海道バカにしちゃいけないなと思って、うん、北海道から始まる、うん、北海道から始まりますよ、介護は。介護は北海道からですよ、皆さんを先頭に。お恐れ多すぎ。いや代表してね、改革、ね、していくっていう。わしが改革するあれでいいのかい。革命系 YouTuber。 革命系介護 YouTuber。 これ着いたのかい。あ、着きましたね。11時からになってるね。あ、マジですか。あ、11時だ。お、やった。お船、駐車場どこですか。どこでもいいですよ、多分。あ、そこへ。この辺で止めてましたよ、誰か。ほんと、よーし、着いてしまいましたね。着いてしまいましたよ。すごい雪だよ。あー、なんもないし。よし、行くぞ。気持ちよかった。最高でしたね。うん、まあこういう日もありだべさ。うん、最高っす。暑い。暑いっすね、やっぱりね。ずっとなほてってる。いや、それだけちゃんと温まったんだろうけど、効能とか全く分からずこう入りましたね。全く見ない。温泉、ああそうかと思ってさ、ただ入ったけど、だいぶ外もこう晴れてきて、なんか北海道らしい。キツネでもいたらいいね。でもキツネって夜行性なんだっけ。でも昼間も見かけますよね。あ、見かける。夜に鳴き声も聞こえません。あ、聞こえる。なんかキャンキャンみたいな。そうですね。全然コンコンじゃない。全然コンコンじゃない。嘘だからね。本当にコンコン。香港焼きそばじゃない。今のカットしますか。
介護の仕事からさ違う仕事に行ったでしょ、はい、この介護の仕事のことを思い返した時に、はい、あれが良かったなとかこういうところが良かったなっていうところってある？こういう経験得られたけど今他の仕事についてから振り返るとあれが疑問だったとか、うん、疑問だった、うん、いろんなこと、うん、対人のお仕事だったから、はい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 、いろんなその利用者と関わって、うんうん、一番楽しかったのは昔話を聞くのが楽しかったです。あ、要するに、あ、なるほどね、うん、人の話を聞くのが面白かった。あ、自分の話をするっていうよりかはやっぱり引き出して聞いて、うんうんうん、こんなこともあるんだとか、はいはいはい、こういう言葉知ってるんだとか、はいはい、使ったことない方言だったりとか、ずいぶん真面目な真面目ずいぶん真面目な、ね、なんか回答だったり、そう言われれば真面目、ね、トイレ行って1分後にトイレ行ったこと忘れるとか、うん、純粋に純粋に今思い返すと、うん、そんなことあるんだっていう感じもするじゃないですか。いや確かに長年やってきて、うん、そんなのが当たり前だったけど、うん、そういうのって出来事としては当たり前で、いやそうね、一日としての、うん、今考えたらそうよね。今客観的に見るとそういう症状じゃないですか、ああいうのもだってね、すごい病気だなと思って確かに、うん、今さ違う仕事ついてるでしょ、はい、また介護の仕事に戻りたいって思ったりする？いや例えばだけどさ、介護職員が今足りませんよって全国で言われてるでしょ、全国で言われている中で、はいはい、介護福祉士持ってたりヘルパー持ってたりするけれども、でもその介護の仕事に就かない人っていうのもたくさんいるわけでしょ、隠れなんだかみたいな、潜在介護福祉士みたいなさ、はい、介護士みたいなさ、はい、人たちいるけど、どういう状況になったら戻りたいなって思う？あと今あなたが持ってる介護福祉士の証明、うん、証書とか、うんうんうん、復職5年以内で無効になりますよって言われたら使用期限あんのっていうんだったら、ちょっと考えるかもしれない。あ、それ以外では例えばそのなんて言ったらいいのかな、まあ、そこそこの職場にもよるけどさ、はい、介護の仕事をついてなかった人がその施設とかで復帰しますよってなった時に、その、まあ、復職祝い金じゃないけど一時金みたいなのがあって、かつ給料がもうちょっとベースアップしてたら戻る、給料重視、それともその職場内での人間関係、まあ、人間関係自体はさ入んないと分かんない部分あるけどいやそうですね、うん、けど何重視戻るな、お給料に関して言えば最低限支払いができたらあーなるほどね、あとは少しね、うん、将来に貯金なりはできたら、うん、少しできたらいいなとは思いますけど、うん、やっぱ環境は大事ですよ。違う人の話聞くのも面白いですけどね。あ、まあね、うんうん、あ、こういう価値観あるんだとかさ、うん、そういう考え方あるんだねっていう聞くのも面白いけどね、ちゃんと、うん、ディスカッションできる相手の方がいいですよねやっぱりまあまあね一方的ではなくね、うん、なんか、うん、そういう意見もあるんだな、お互いに思える関係性も、うん、ある職場だったらなんかもう一回会話しても面白いかもしれないですね、この仕事しても、うん、まあね、うん、あとはどういうそのなんだろう、いろんなタイプあるじゃないですか、グレッフォームだったり、あ、はいはい、だったり特有だったりとか、うん、それをもうちょっと考えてから俺はどうなんだろうな、今働いてみて環境が変わったから何とも言えないんだよな、まだ慣れてきてる途中だしさ、はい、あ、はい、うん、この先自分がどうなっていくんだろうっていうのも見えないし、うん、難しいよね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 、うん、やめてみて思うこととしては、うん、今思えば大変だったなと思うのは、うん、人の生活命に関わるあ仕事だった、うん、部分、うん、一つのミスが、うん、ね、なんかあるじゃないですか、うん、何かにつながるとか、そういうのがある仕事だったから、そういうのからやめて、うん、命に関わらない、直接人の命に関わらないっていうところは気持ちは楽かもしれない。ああ今はね、はい、うん、だよな、命関わるもんなちょっとだってこの10センチの段差から骨折とかあるじゃないですか、あるある、そっからね、車椅子生活になって、うん、リハビリしようもなかなかできず、ずっと車椅子になっちゃってとかね、小ベッドから落ちたって誰の頃悪かったら本当にね、うん、そうそうそうなる、ね、ますからね、うん、そういう神経
使うっていうのはなくなりますよね、うん、あと生傷が減ったと暴力的な、うんうんうん、何やってもダメだった人いるね。傷はなくなりましたねだからでも面白かったですね、本当介護になってた時は、うん、戻りたいか戻りたくないかで言ったらまだ分かんないですけど、うんうん、現役だったら面白いって言えたかどうかは分からない部分もあるかもしれない、あ、うんうんうん、かもしれない、思い返すからこそだよね、ですね、うんうん、大変だったことも楽しかったこともあるし、あるし、全部くるめたら面白かったのかなって思うのかもしれない、うん、本当に怪我だけさせられないっていうのがありましたよね、皮膚ずるとか、ね、この人皮膚ずる系だっていう皮膚ずる系と皮膚ずる系で、いやでも伝わると思うよ、あります、うん、あります、うん、伝わるよ、介護だって生産性ねえだろとかいろいろ言われるけど、ああなんかありましたねコメント、あったかい、あれ見た、なんか あったっけ、わかんない、 YouTube のコメントに、うん、なんだっけ、生産性のない、わかんない、覚えてない、書いてあったのあって、俺なんかそれ返してた、いや、返してない、返してないか、イラッとして俺が返した俺が返した、大輝さんのコメントに書いてあったものに対してイラッとして俺が返したあ、そうだ、底辺の仕事だって書いてあったんですよ、でも底辺かもしれないですよ、もちろん、うんうんうん、でも底辺があってこそ何かがこう上に立つ、上に立つからね、うんうんうん、ね、土台がしっかりあるからこそ他のね、なんか例えばみんな働いたりできるわけ、うん、そうそうそう、だって家でじゃあ自分の介護が必要な親を見るってなったら自分が働けないわけでしょ、うん、ってなったら収入もないしさ、はい、じゃあ施設にその介護が必要な人を入れることによって家族で見てたその人は働きに行けるわけだしさ、うん、っていうところで、じゃあその働きに行った人が何か生産性あるものをやっているとしたら、なんつーの、こうフォローをしてるわけだからさ、うんうん、っていうところでいけば、じゃあ本当に生産性ないのっていうふうにも思うし、本当にある種うちらは土台だよって、そうそう、うん、生産性を生むための仕事、社会の生産性を生むための仕事だから、うん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 、この仕事が生産性がないって言ってる人は本質が分かってない気もするんですよ、ね、うん、僕が言うのもなんだけど、うん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 、いやでも やってたからこそ分かる、あ、そうか、まあそうかもしれないですよね、確かに一見生産性なさそうに見えるけどね、うん、でもそのね、介護が必要な人たちを施設に入ってもらって、でうちらみたいな介護職員が見ることで、本当にさっきも言ったけどさ、その家族の人であったりが働けるわけじゃない、はい、それって生産性ないのって言われたら俺はノーだと思うよ、うん、そうですね、うん、まあ、実際ね、底辺だどうこう言われようが、うちらはできることをやるしかないし、それで死の子の言われる筋合いはない。